さんこんにちは。トルコ在住の野中郁美です。今日はキタフィアの中心地から約 60km、チャウダルヒサールにあるアイザノイ古代都市遺跡に来ています。ここがアイザノイのゼウス神殿です。すごいですね。保存状態も良くて、本当にここね、なかなかたくさんの人が来る場所じゃないんですけども、本当にもったいないぐらいの遺跡です。アイザノイの歴史っていうのはとても古くて、今から約もう3000年ぐらい前から、あったという報告があるそうです。で、ヘレニズム時代からですね、であとはこの辺りのフリギア、そして、ローマ時代、それからビザンチン、そしてセルジュク朝、でオスマン朝時代まで多岐にわたってね、この町が栄えたそうなんです。ここはたくさんの、支柱に囲まれた神殿なんですけども、なんかね、ちょっとこう小高い丘の上にありますよね。でこれがね、びっくりの構造なんです。なんか他にね、例がないようなんですけども、それもこれから見てみたいと思います。今からこの神殿の地下に入っていきます。階段があります。すごく急な階段です。Thank you.
ここは先ほどの神殿跡のね地下部分なんですけども、この部屋の作りってすごくこう何でしょう、まあ、ドーム型になってるんですけども、非常にね珍しいんだそうです。でもともとそういった神殿の下にねこういった部屋が作られた目的っていうのもまだ解明されていなくて、まあ、一つにはゼウスへの貢ぎ物、その食料庫、倉庫として使われたという説と、ここでね占いなどですね、まあ、予言ですね、そういった、まあ、宗教儀式が行われたではないかというような説があるそうです。ですごい綺麗な状態で残ってますね。ところどころこう明かり窓がついていまして、で結構階段も急なんですけども、この前にあるのはね多分お墓ですね、墓石だと思います。それぞれの、ね、人型があるのはそこに葬られてる、埋葬されてる方の、まあ、前世現世での姿を表してるんだと思います。ここはアイザノイのボルサ取引場だったところです。紀元後ですね、2世紀頃ローマの時代にここが作られたんだそうですけれども、ここでいろんな商品の取引がされたそうです。例えば1日のその仕事について、例えば書記だったらいくら、弁護士だったらいくら、そんなような値段も決まったそうです。でまたそれ以外にも食べ物ですね、あとは動物、ロバとか、まあ、牛の値段とか、そういったものも全てここで決められて、でその日のうちに、まあ、壁にね紙として貼られたそうです。でそれをもとに他の地域でもそれを最高値として、それ以上の値段では売らないように、その取引価格というのが決められた場所なんだそうです。つまりね、ここは世界で一番古い取引場として作られた場所なんだそうです。そしてここは、1970年にこの地域一帯であった大地震の際に、まあ、ここが、ね、現れて、その後発掘されたそうです。それまでは、ね、埋まっていたんだそうです、ね、この面白いですよね。このちょうどこう円形になっていて、この周囲に、まあ、取引、いろんなその商品の取引市場などがあって、さらにここで値段が決められていたということらしいです。こちらがスプンルジャッテ市、まあ、あの円柱のある、ね、通り、大通りって意味なんですけども、ここも、まあ、昔ね、あの450メートルにわたる大きな通りがあった場所のようです。でこれも1970年の大地震の際にここが現れて、まあ、発掘されたらしいんですけども、紀元後ですね、1世紀ぐらいに作られたものなんだそうです。でここもともとはね小学校の敷地だったところらしいんですけども、あのボルサと一緒にね同じ時のその地震の時にここが現れまして、まあ、今このような形で保存されてるんですけども、もともとはアルテミスのために作られた
大通りなんだそうです。でここも一部しかないんですけれども、ね、これが450メートルずっとね通りとして続いていたというのをね、まあ、想像してみてください。すごいね賑やかだったんでしょうね。ここはチャウダルヒサルという、まあ、町になってるんですけども、遺跡自体はその町全体に広がっています。で今ねご覧いただいている川にちょっと修復中なんですけども、石橋がかかっています。この石橋もね2000年前のね石橋です。で現在は使われていなくて、先ほど今トラクターがちょっと遠回りしましたけども、その隣にあの普通の車が通れる橋がかかっています。でこちらもね多分完成したらね人間は通れるのかな、ね、すごく待ち遠しいです。タプナックとスタジアムのちょうどね中間のところにあるのがこちらのハマムなんですけども、このアイザノイには2つのハマムがあるそうです。でこちらがとてもね大きなハマムなんだそうです。なんかまあいろいろね複合施設で、そのハマム以外にも例えばスポーツサロンとか、まあ、健康センターみたいな形でいろいろ設備があったようです。こちらはアイザノイの円形劇場がある場所です。この奥に見えるのが円形劇場です。そしてとてもね面白い作りなんですけども、円形劇場のすぐ横にスタジアムがあるんです。これもねアイザノイのすごくあの特別なね、まあ、構造の一つなんですけども、あのこれも他にね類を見ないそうです。まあ、こちらがスタジアム、まあ、元はねアレーナとして、まあ、検討とか元はアレーナとして使われていたそうなんですけれども、この楕円形のね部分がスタジアムです。でこの奥の部分がテアトロ円形劇場です。でこちらは1世紀から3世紀の間に作られたそうです。エフェソスの遺跡とかに並ぶような、ね、大遺跡なんだそうです。で今ねあの本当以前は本当にただ何もなかったんですけども、今結構整備されまして、入場口とかあの道路が、ね、整備されているとこです。でこの、ね、町というか村自体はねなんか結構廃屋になっているようなお家が多くて、そんなに人が住んでないと思うんですけども、多分これからねどんどん開かれて、まあ、ピタフィアの街にもとても近い場所なので、観光地としてもねだんだんメジャーになってくるんじゃないかと思います。実際あのピタフィアだからって言ってマンダーではないかと思いますけども、
物質なんですね。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次回お会いするときまで、さようなら。